ガガガ。落とし物は自分のものにしちゃいましょう。ダメです、交番に届けるんです。あーもう、どっちにすればいいんだ。ブラックチャンネル。面白いこと落ちてないかな。落とし穴ならあちらに用意していますよ。じい、俺を落とそうとしてる。お、なんだろうこれ。うわ、お金。ガガガ。5万円ありますね。よかったじゃないですか。うわ、ラッキー。ダメです。おや、この声はボエミラちゃん。落とし物はちゃんと交番に届けないとダメです。取ったら泥棒と一緒です。いつも食いしん坊のバニラちゃんが天使っぽいこと言ってる。ぽいじゃなくて天使です。でもやっぱりそうだよね、交番に届けよう。いいんですか、財布や身分証があるものなら届けるのもわかりますが、本当にいらないお金を捨てたのかもしれませんよ。そっか、じゃあ俺がもらっちゃっても。でも気づかないうちに落としちゃって持ち主は困ってるかもしれません。あーもう、どっちにすればいいんだ。ガガガ。まるで悪魔と天使のささやきですね。じー、どっち。サトシ君はそのお金でしたいことはありますか。ゲーム買ったり漫画買ったりお菓子買ったり。5万円あればそれらを買ってもお釣りが来ちゃいますよ。マジ5万円ってすご。もし交番に届けたらお礼としてゲームや漫画よりいいものをもらえるかもです。ゲームよりいいもの、なんだろう、それも気になる。所詮大したものじゃありませんよ。それどころかお礼をもらえることだって珍しいです。お礼もらえないんじゃな。損得で考えちゃダメです。サトシさんは悪い人になりたいんですか。なりたくない。サトシ君は何も悪くありません。この封筒はサトシ君に見つけてもらえなければただの紙切れ。見つけてくれてありがとうって5万円さんも思ってるはずです。そうだよね、5万円さんも喜んでるよね。さらに交番に届けたら持ち主からお礼を言われてありがとうが2倍です。確かに。ガガガ。ありがとうじゃお腹も膨れませんし懐も膨れませんよ。何かは膨らませたい。じー、価値観。どっちの言い分もわかるんだよな。本能に忠実に生きた方が人生幸せだと思います。人に感謝された方が幸せです。それは価値観の問題でしょ。サトシ君の幸せとは。そりゃ楽しく生きることであれば5万円もらった方が楽しいことをたくさんできますよ。そうだよね、人のお金を使っても心から楽しむことはできません。それはそうかも。それにいいことをした分いいことが返ってきますよ。そんなオカルトなことを信じるより目の前の5万円を信じたらどうですか。ガガガ。落とし物は自分のものにしちゃいましょう。ダメです、交番に届けるんです。あーもう、どっちにすればいいんだ。真面目なお話をしていたらお腹が空いてきちゃいました。それなら拾ったお金で美味しいご飯をたくさん食べますか。これは勝負ありですかね。それじゃあこのお金は俺の。ですが5万円という大金を落としてしまったおバカさんの裏側も取ってみたいですね。じい、え、サトシ君、やっぱり交番に届けましょう。はあ、サトシさん、5万円で美味しいご飯を食べましょう。2人ともさっきと言ってることが逆じゃん。その時の状況によって意見なんてコロコロ変わるものです。ずるいな。さあサトシ君、
どっちにするんですか？決断。俺は見て見ぬふりをする。え？そうだ、俺はお金なんて見てないし拾ってない。何もなかった。さーて、お金をしまって元の位置に戻して帰ろ。行っちゃいましたね。かかか、意外な選択をしましたね、サトシくん。じー、このお金はどうします？封筒を開けてみてください。これはおもちゃです。サトシくんはお金を拾った時どんな行動を取るか動画にしたかったので。それじゃあご飯パーティーはなしです。もうこのスパンで何でもお菓子に変えて食べちゃいます。かっかっか、それは鬼ヤバですね。カメラちゃん、バニラさんを追いかけましょう。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録・高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。